どうも。なに青女1年、吉原愛菜。ティンベルを辞めてピーカブーに入会します。その呼び方やめてよ！あんたら本当に失礼ね！気合い入れてあげたんだから感謝しなさいよ。ダイビングでしょ？ちょっと憧れてたのよね。大人の趣味って感じで、南の島の綺麗な海で大学の仲間とダイビング！まるでドラマみたいじゃない？大見女子1年の吉原愛菜です。ああ、このみちゃん高校でフルートやってるから、それクマじゃなかったな。まあいいや。ホタル、日誌書いててくれたんだっけ？じゃあそこちゃちゃっとやって終わらせよっか。音楽の時間夏美がうるさかった。大丈夫、気にせず夏美のことじゃんじゃん書いていいから。なあ、もううるさいな。わかったって。カズ姉のこと書いとくから静かにして。あとそれ胴体長いくらいしかダックスフントと被ってないからね。7作追加オーダーお願いします。だから片梨くんは裏で働いてるの。え？何？違うよ、やきもちとかそういうんじゃ全然ないの。なんていうか、ごめんね、大きい声出しちゃってびっくりさせちゃった。ありがとう、さようなら。よかった、これからもずっと仲良し先輩後輩だよね、片梨くん。たとえ私が180センチになっても。なんなんだよあんた、人んちのクルーザーに勝手に。その上今何しようとした、この変態全裸漂着野郎。そこまでは別にいいけどさ。あんたのせいだぞ。この船で自由になるつもりだったのに。はぁ、そもそも前のホームルームでうちのクラスは何もやらないって話になりましたよね。それにこれ特別企画って無理です。じゃあとりあえずその脳天気の頭プログラミングし直してください。そうだ、私がエネだ。ギャーギャーうるさい、ぶちのめされたいやつからかかってこい。皆さんはじめまして、立花マリカと申します。何卒よろしくお願いします。わあ、ラク様、ずっとお会いしたかったですわ。ラク様、おはようございます。ラク様はやっぱり人気者なのですね。やっぱり素敵です。なので明日デートに行きませんか？ちょうどお休みですし。私はトライアドのトライア、トレーニーの妹です。緊急事態でございます。厄災が近づいています。カラミティモンスターであるカリブディスが復活いたしました。そしてカリブディスの目的はこの地である模様、凶暴なる天空の支配者。状況は最悪です。召喚されたメガロドンはなぜか近くにあったレッサードラゴンの死骸をより代にした模様。どうやら君はそうじゃないみたいだね、カンバル・スルガさん。覚えていてくれたんだ、嬉しい。まあいいか、どうせ悪魔様は君みたいな面白半分の人間に見つかった時点で手じまいなんだ。もちろん世のため、人のため、自分のためさ。自分自身、沼地廊下の健全なる利益のためだ、はい、ダメだよ、また怒られるよ。何、通りすがりの名探偵だ。何、しがない名探偵とその助手だ。名探偵一級天才、人は私のことをそう呼ぶ。私のことは名前またはフルネームで呼びたまえ。名字だけだとどこぞの小坊主みたいだ。あれを返してもらいに来たのだ、置き引き犯。動かぬ証拠がここにある。何かが胸の上に乗っかっていて自分を覗き込んでいるような気がするんです。きっと夢なんだろうって自分でも分かってるんですけど。そうなんです、どうして。いえ、それが。ジン兄さんの予備校に行こうかしら。それ、私が真剣じゃないってこと？ジン兄さんは人のこと心配しすぎるのよ。もっと自分が楽になることも考えてもいいんだと思う。聞いていた以上にひどいわね。できもしないのにこんなむさ苦しいところ、お兄ちゃんの頼みだからって来るわけないでしょ。任せて。本番までに新品以上の見栄えにしてあげるわ。確かに、ここまで来るとほぼリメイクね。私たちのセンスを疑うつもり？そこ！カ
陰口なら聞こえないように言いなさい。ではこの衣装お預かりします。大きくね。やっぱりそうくんだ。あのね、ずっと心配してたの。そうくんには連絡つかないし、あの事故でおじさんもおばさんも。違うの、幼馴染なの。そうくん、去年ね、お姉ちゃん海外留学してたの。それで1年遅れの1年生なの。お姉ちゃん嬉しい。だってあかねちゃんもななみちゃんもすごくいい子だもの。お姉ちゃん大賛